Paul, you're there. Sorry, there was. Bonjour, t'as déjà pas pris froid, moi j'étais tellement. すぐ鳴るようだったら、かなり長いの。
ダブルス。あ、あれしようよ、シダーウォルトンの。B フラットの循環で、じゃんじゃんじゃは E フラット E F みたいな。Thank you.
Thank you.
誰かがやってんのって今回。ジェリー・アーレン。あ、そう、ピアノ弾Thank you.
Thank you.
本当。なんか映像止まってるように見えたから。入れるかどこ？あ、これか。1時間やってるわ。うん、意外と。意外とやってますね。あ、ん？現在の解像度は最適では。なんかそれ、いつも言われてる。何が最適なのか。教えてほしい。全然わかんない。誰か教えて。アルトのベースでやってるとさ、的に広いやんか、うん、じゃあ結構ハモる感じ難しい。ああ、間の音がないとってこと？そう。なんか俺が弾く音で吹いたら、うん、ハモってる感じあるときはあるけど、今日タカヤと弾いたら、うん、俺のタカヤとか普通の音とベースのルートが、うん、結構離れてる気がして、うん、難しい。それうちの音程が悪いの関係あるんじゃない？音程も関係あるかもしれんけど、うん、なんかタッチの強さとかも関係あるかもしれない。ただ単に音域が遠すぎて混ざりにくいみたいな感じもあるかもしれない、うん、でもっていうか、そっか、ピアノだけで高いのと低いのペンって弾く感じは好きやけど、うん、ちゃうか、話しちゃうか。あ、いやいや合ってる？そうそう、あ、
感じだと思うけど、でもウォーキングとかなると、うん、低すぎるともうなんかコードもよくわからん感じになるっていうか、アルトが低いの、いやいや、ベースラインで低い音をずっと弾いてると、低い音ばっかり弾いたらずっと何やってるか分からなくなるね。まあもちろん低い音だけ弾くって無理やけど。低い音っていうのが、いや一番下の弦ばっかりとかさ。あ、そうなんは弾かへんけど。まあまあ。どうしたらいいかは分からへんけど、別にどうもせんでいいと思う。いや別にどうしてほしいとかそうなんじゃないか。いいことじゃないんじゃない？良くないことなんじゃない？で、それを まあシンプルにできた方がいいかもしれないです。じゃあ俺よく状況把握できてないことが多い、うん、ある程度テンポがある曲になれば、ね、どういう状況、バラードとかやったら、うん、常に今何の音弾いててこういうハーモニーになっててみたいな、でベースが違うルートじゃない音言っても、うん、こういう音やなとかちゃんと状況をあると感じながらできてるけど、うん、ある程度テンポある曲になったら、うん、わりかしずっと音鳴ってるけど、うん、どうなってるか分からへんみたいな。けどまあ、だからその音に反応してってやってるっていうよりは俺はね、うん、その知ってるから覚えてる曲のコードでソロしてるって感じにはなってる、うんうん、誰が？うちが？安西さんが？いや、俺が。ああ、だからベースが何弾いてるかじゃなくて、そう自分の中の覚えてる進行が、ね、そうその、まあ、はっきり言ったらめっちゃいっぱい弾いたら何弾いてるか分からないから、うん、こう進んでると仮定してやってるっていうか、頭の中でいっぱい弾いたらって4ビート弾いてるのよ。そうまあ曲によると思う。まあ、そんなことってよくあると思うけど、うん、何喋ってるか分からん人いっぱいおるし、うん、うちらもついててない時かもしれない。そんなことない。いや、マジ結構もうなんかゆっくりで分かりやすいやつじゃないともうよく分からん。
喋る用のマイクなんてたぶん、え、聞こえてるちゃうかな、うん、たぶん聞こえてる、ピアノ弾こうか、うん、さっきの音量的に大丈夫だった、え、大丈夫そうやったで、いい感じだった、疲れるけど、なんかそんなことないか、一緒か、うん、多分な、一生懸命やりすぎると疲れないと思う結構そんな、え、そんなつもりなかったけど、あ、もう単純になんか数日ぶりにぶっ続けて弾いたからしんどいだけかもしれない今日何日、21か2や、21か2や、え、嘘、あ、ほんまや
Thank you.
ゃってんけど、音は入ってなかった。音量ちっちゃいめっちゃ上げはってで、終わりの方だったら俺結構大きく吹いたから、もう爆音になってたらしくて、それ後でなんか怒られて、ちょっとあのそれ見てた先輩ミュージシャンがおって、その、ま、マイクの使い方もうちょっと考えた方がいいね、浅井さんが怒られた。そうそうそう、 そうちっちゃく吹いてしまったら、その、うん、家は上げるから、そういうもんやと思っとけってこと。そうそうそう、だ多分もうずっとちっちゃく吹かないとずっとちっちゃく吹いたらいいし。なるほどね。でも そんなんなって思うけど、そういうもんじゃない。いや、分からへん。マイクとか使ったら余計分からへん。そう、その差が広がるやんか。うん、まあだからずっとちっちゃくていいんちゃうかなと思って、うん、で、マイクでちっちゃすぎるとこはマイクで拾ってもらって、ああ合わせてもらってで、僕はもう気が吹かないんで、すごいよくやってもらった。そうそうそう、そうやな、なんかさ、急にさ、バーってメリハリつけようと思ってさ、うん、急に期待音量出す人とかいるいるいるいや、でもそんなん PA からしたらへってなると思う。なんかどっちどっちってあ、高評価2になってる、やった。今のマイクの話が良かったな。マイクの話、会話モードになってる。あ、今途中からつけた。あ、そう、うん、これどっちもつけてたら微妙かな。なんかあと2人で100人や。今日増えてないか。え、うん、98人。ああ、昨日の方がいい。昨日のあのマイクラ配信で1人増えてんと。ほんま？だって、そうそう、ボンフリーの時見たら、
あ、高評価3になってる、うん、あんま97になってて、うん、で、昨日やったら98になる、あと見たら98になる、あと2人なんでやろう。いや、なんでか分からんけど、全然知らん人が見て登録してくれてたら嬉しいよ。そうだな、もちろん知ってる人でもいいけど、うん、まあ、でその知らん人がミッドを見てくれ、なんで見てくれるとかは、うん、もう全然分からん。確かに偶然かもしれないし、知らん人が、あ、全然昔のあれを、ま、動画を見ていいねしてくれたかもしれない。ああ、そう、もう4人見てくれてることになってる。ちょっと腹減ってきたな、ウーバーイーツ頼もうかな頼みたいけど範囲外やから、この港島無人島やから配達できる。無人島、どういうこと？人入られへん。人入られへん。うちらなんの？人ちゃん。人ちゃんや。あの、バーチャル空間。今すごい音なったな。そうそうそう、うん、あ、足よ。あ、びっくりした。それすごい音なったな。あ、イヤホンしてるから。いやいやいや、してないけど、ボって。トイレしてる音聞こえてたかもしれない。ああ、まあ、そう、閉めてたけど、うん、あ、それでいいね、これなんかだけないやろむしろその時人減ってたもん。ピンコイトイレの音ちゃうけどな。何の音？そういうちょっとビーカー使って配合してた。美味しいもの食べたいな。食べたいな。昨日のハンバーグ美味しかったよ。あ、あれまだあるやん。ある。冷凍してる。冷凍してる。それ食ってみよう。うん。朝ごはんちょっと少ないやん。うん、確かに。朝ごはん？うん。足を伸ばすと気持ちいい。気持ちいいな。眠くなってきた。いいよ。
ょっと思った。あれどうなんだよ。Thank you.
ちょっと引けてて引こうとする意欲はあったやん。ほんま、うん、ゼロやったけど ポルカドットとか。
入れてってやっぱちゃんと抑えなあかん。うん、抑え、そう、金でも全然ならへんからちゃう。もっと効率よく抑えたら楽になるか。
C は開放弦多いから簡単なはずや。うん、開放弦が狂ってるの。俺の持ってる開放弦来たからいいね、船さっき、はなちゃんのサービスショット撮っててんけど、うん、
Thank you.
3人見てくださってる皆さん、ありがとうございました。した。チャンネル登録してなかったらよかったらしてください。
またチャンネル登録者100になったら、ならなくてもなんかするんで、よかったら見てください。ありがとうございました。さよなら。